よし、戻ってきたぜ。いやー、保存しなかったからね。遠かったわ。さてと、あのなんたら虫ね。あいつ強いな。これもそうかな。これ違う。だけど、了解、分析してみる。なんか違うな。少し時間がかかるぞ。余裕かな。余裕っす。よし、あのなんたら虫だよ。なんたら虫を倒そうぜ。どうよ、こいつか。違うな。弱点が複数あるようで。まあ、余裕ですわ。あと2体。そうか、タケちゃんガール使えんの。盾間が敵を撃破。お、いいね。魔法ほどほどに。あらららら、倒しちゃった。ミステリーフードどんな食い物よ。あっちか、反対側ね。ここは何もないと。まあ、敵湧いてくんだよな。早めに行った方がいいか。無理か。敵3体、油断するな。大丈夫大丈夫。あらあらあら、結構来るわ。あと2体だ。やべ、危ない。もじったぜ。体力に気をつけ。あんまり手加減しちゃいかんね。大丈夫ですか。お、あと1体だ。ナイス。アギよりディアかな。とりあえず死なないように。え、弱点じゃない。大丈夫。よし、回復してもらうか。センキュー。で、ここも違うの。なんか迷ってる。これはポットだな。こっち行くか。うん、大丈夫。なに、よっと。イオリが敵を撃破。よし、バル痛いよな、イオリね。レベル上げたいわ。よし、オッケー。アプサラスか。どっちでもいいや、こっちね。はい、さて、あの虫さん倒したいな。よし、あ、出てこないぞ。敵2体を捕捉。
ユーリが敵を撃破。オーラスだぜ。アケちゃん37か。いけんのかな。敵2体を捕捉。出ないか。あと1体だ。じゃあ次のフロア行くか。わずかだが強い敵。なるほど、またボスが出てくるのかな。よし、入るだ。敵シャドウは一度先制攻撃を行った。出ないな。いや、戻らない。どうよ。出ねえな。お、サバイバルカード。こいつ結構役立ったはず。タケちゃん装備してたよな、確か。あ、違うみたい。よし、これいいじゃん。で、イオリンに。ドレスラッツの方がいいの？あ、いいか。いいのか。よしよし。これでちょっとはね。楽になるけど。敵シャドウは1、先制攻撃のチャンスだ。あれ、タクちゃんいない。よし、一気に畳みかけろ。よし、あれいないよ。見事。どうした、スタミナ切れか。これで、あ、もしかしてあれか、遠くてってことか。よし、来た。敵シャドウは1、だぜ。やっと来たよ。こいつ一体倒して、あーでも不調か、不調か。案外ガール食らったりしない。ほら、いくぜ。あ、でも20とか全然じゃん。デスラッシュ。やばいか。オッケー、ナイス。ラッキーミールド。ステッカーあるでしょ。あ、なに。敵はあと1体だ。ちょっとアギにするか。いや、かわすな。なんでそんなかわすのよ。よし、いや、帰る帰る。これ多分手に入るでしょ。竹場が少し疲れ気味だな。入った入った。よし、OK、レベルアップ。
じゃあまあ戻るか。戻れんのかな。戻れたっけ。はい、分かってます。分かってんすけど、どうやって帰るんだ。帰りたい帰りたいわ。帰るためのアイテムあったっけ。ないか。ポットを見つけないといけないよね。倒しとくか。やばい。うん、ちょっと待って。悪いな。ありがとね。うわ、強い。よし。あと2体ね。さらに竹馬が敵を撃破。ナイス。ちょっと回復するか。こいつ。あれ、聖杯が経験値だったっけ。スナフソウル。3つか。やべえな。敵一体を捕捉。ほんとあるでしょ。よしよし。総攻撃者かな。あんま食らないんだよな。ちょっとでも MP 置いときたい。おー、ヨリン。ボロボロだな。よし。お、あれ何？あ、エンジェルか。これサッカーボールにしよう。サッカーボールお金かな？これエンジェル。じゃなかった。620円。安いわ。地返しの弾。ポットで戻りたい。敵シャドウは1、先制攻撃のチャンスで助かった。総攻撃チャンス。こんな
よし、やっちまおうぜ。ほら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 、よっと、ナイス。ただ俺戻りたいんだよな。それだけなんだよ。ああ階段か。次のフロアね。ってことはこの辺にポッとないのかな。ないか。来るんじゃね。まずい、竹馬が危ない。ナイス。いや、こいつ強いよな。ありがとね。うん、これなら大丈夫。で、ガール。え、倒せるかな。よし。傷薬買っとこう。これ足りねえな。ミステリーフード。あ、階段がある。階段行くか。で、ここで多分戻れるっしょ。ポットがあって、フロア中央に反応が3体。また新手の敵だ。気をつけろ。ってことで、フロア中央、あ、これね。じゃあ戻るか。いや、ボロボロだぜ。ようやく 10F まで来ましたね。はい、ごめんね、みんな。そうっすね。まあ、これだけちょっとやっとこう。それで終わります。依頼ね。お、1万2000円。結構金入るな。これアイテム買うか。で、依頼をこれ受けとかんと多分ダメなんだろうと思うんすよね。クズノハライト対アバドンの時も同じ感じだったんで、
これで依頼3つ、松屋に、はい、5月2日どなたかからもらえると、まあ、タケちゃんでしょ、弓道部だしね。あとはこれか、人口統計学文書、最上階なんで、まあだいぶ後かな。第一エリア、テベルに稀に出現する宝箱から手に入る刀。この辺もわかんないんだよな。はい、いや、あ、取り消せんのか無理してやる必要なかったか。まあいいや、まあ、レベルは上がった。トライアングルスプレッド、オルフェウス、ネコマタ、おいおい、スライム強いじゃん、12か。はあ、やるね。弱点も少ないな、思ってるより。そうなのか。で、リリム、いやー見たいな。シルエットが邪魔だ。楽化じゃ、バリ増言を継承。まあ、光が弱点、まあ、光弱点多いね。アプサラスとオフォルネウス、レベル7。スクカジャオート、オートってなんだい、よくわからんな。タルカジャ持ってる。これ欲しいね。タルカジャ継承させる悪魔を、悪魔っていうかペルツナね、やっていきてえな。じゃあノーマルでウォルフェウスとピクシーでアブサラス、エンジン重いかね、ネコマタ、あ、アルプ、あ、前見たか、見てないな。スクンダ持ってるぞ。アブサラスとこれネコマタか、魔術師ね、重いかね。闇弱点、この辺はまだよくわかんねえな。まあいいや、今のところはこれでいこう。ちょっと待ってよ、アプサラスとピクシーでネコマタか。ネコマタ、まあそっか、逃げるんだな。はい、じゃあ今回はここに、ここまでにしときますはい、つうことで、次回は、次回どうしようか。まあ、タルタロスは2日3日ちょっと休息しようかなと思いますね。まあみんなボロボロですわ。はい、それでは、ご視聴ありがとうございました。